外国語でコミュニケーションを取れるとか、こう自分の意見を主張してこう日本の良さをこう発信できるとかっていう、そういうグローバルなこう選手であり続けるっていうところをこう自分としてはこう海外で戦う上で大事にしているところであります。自分の中の認識では、そのインフォームドチョイスっていうところは、あの世界で最もこう利用されている認証プログラムだと思っていて、そういうふうなこう安心安全なこうマークが入っていることによって、選手が非常にこう安心して使うことができる。そういう意味では、今 DNS 取ってる中でインフォームドチョイスのこうマークが入っているところで自分は安心して取れてますし、まあ、選手たちがそういうのをこう意識してこう考えて取り組んでいかなきゃいけないのかなっていうふうには思っています。